はい、どうも。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。今回はドラゴンクエストビルダーズまたやっていきたいと思います。はい、住人観察やってくって前回ね、言ってたんだけども、ちょっとインスピレーション的なものが湧きまして、現在ね、作業中の場所をね、見ていただこうというような動画に今回はなっております。でまあ、そんな長い動画にはならないんで、もしよかったらね、見ていってください。はい。ここら辺を、今、作業中でございます。もともとね、何もない場所だったんですけど、なんとなく、作っていたら、やり始めてしまったという感じなんですけども、はい。こういった周りもね、いろいろやっていこうと思うんですけどね、まあ、現在、この、超大きい空き部屋になってるんですけど、これ、あったか温泉にするつもりでいまして、新しく作った場所ってね、たった一回だけ拍手して、わーってやってくれるんですよ。まあ、それをちょっと、今回ね、動画を見てくれている人と一緒に見たいなと思ったんで、急遽、アップしております。では、早速なんだけど、見ますか。よいしょ。とりあえずね、近場に、NPC たちをね、引き寄せておきまして、んでもってここに置いちゃうよ。よいしょよいしょ、来たー。おい、嘘やん、褒めに来いって、褒めに来い。待って、超塩対応なんだけど、わーってやってよ。嘘やん、こんな予定ではなかったんだけどね。いやこれほんとね、今回この開拓島さんにおいては初めて作ったんですけどね。いや、残念だが、見れなかった。はい。残念ながら見れなかったんですが、まあ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 、もうね、しょうがない。まだね、作ってないもの、こっちの島においてはあるんですよ、いろいろね。まあ、単純にご飯どころさえ作ってないですからね。ちょっと悔しいんで、ご飯どころ、今回、まあ、すぐ潰しますけど、作って、見ますか。で、拍手させましょう。超無駄な時間ですが、このまま付き合ってください。なかなかね、全員集まってくることってないんですよね。ないか。ちょっとね、ちょっと先っぽだけちょっとねやってお見せして、この下りは終わるからちょいとお待ちくださいよ。あれ、サラ、あ、これでいいや。ちょっと先っぽだけちょっとね、頼むぜ。一回呼んどく？来るか？まあでも一回呼んでばらついたところを、なんかね、新しい部屋を、まあその時にできる新しい部屋っていうんですかね、島においてこうやって拍手してくるシーンっていうのを見てくれる人と一緒に見たいっていう願望が僕の中で勝手にありまして、まあ、そういった時に結構裏作業中にやっぱり部屋って作るんで、どうしてもね、一緒に見ることができないということなので、まあ、今回は本当にね、
おし、来い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 、こっち来いよ。もう行けるか？行けるか？来れるか？行くぞ。行く行く行く。あー、行く。行く。あら？オッケー。来い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 。来た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 、これ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 を見せたかった。まあみんなね、これやってる人は見てるとは思うんだけど、このゾワゾワ感、褒めろ褒めろ。終幕でね、あの誤って外に降りちゃった女の子もあそこから救済措置として登れるようにはしてあります。さあ、ここはもういらないんで、まあね、本当にここも意味のないエリアとして何か使いたいなと思っています。いやー、想定外だった。でもよかった、見せれて。これ好きなんですよ、やっぱね。 NPC 観察のプロとしてはね、あのシーンは見逃せない。はい、まあこんな風にね、温泉もこだわりの作り方にしていて、こんな風にねやってるということなんですよね。まあお風呂がこれで合計で3つになりましたかね。うん、五右衛門風呂、あとそのバス、そしてこの温泉風と3種類作ることができました。まあ時間があれば、あの不気味なお風呂もまたいつも通り作っていこうかとも思うんだけど、うん、まあ、そこはまた未定で。で、今回着手しているのがこのね、地下通路と地下トンネルっていうのかな、なっています。というのもね、ここもともとこうやって段差がある、高さがあるね場所になっているんで、この下っていうのは何か活かせないかなと思っていて、今回はねそれにちょっとイジイジしてみようかなと思ってやってみました。うん、まあまだ全然途中なんですけどね。うん、でね、ひいてはね、これが住人観察にも実はつながっていて、住人がちゃんとね通る位置、通りそうな位置っていうのを計算して作っております、これ。うん、はい、ちょっとまあ開拓途中風にね、こんな風なものもやってるんですが、現段階でね、2箇所出入り口があって、まあ3箇所か、向こうも合わせるとね、その前方のあそこを合わせると、あ、ほら通ってくれますね。まあこういう風にやってるんですけども、まあここに出てくるようにした理由はもうただ一つ、向こう側にトイレがあることなんですよ。まあトイレっていうのは一番住人が行き来するポイントでもあるんで、絶対ここら辺、まあ、あるいはね、ちょっとこっちでもいいかなと思ったんだけど、そうするともうすぐに出ちゃうんですよね、こうやって。なのであえてあそこにしたんですけども、まあ予想通り住人たちは行ったり来たりある程度してくれます。今までずっと階段しか利用してなかった部分を地下を通すということで、今回こういったものをやってるんですけども、もう一つ実はあって、先ほどお見せしたこっちの場所からここですね、こうやって進むとですね、以前作った小さい牢屋になるんですよね。はい、でこの牢屋を越えてドーンというような感じになっています。一応裏作業中に確認したところでは、通ってくれていました。でも途中で引き返してしまったりとかっていうことなので、あまり利便性には欠けるんですけども、まあ、ちょっとこうこっそりね脱出を図った囚人みたいなイメージで、ここの牢屋かなり空気だったんで今回は着手しました。うん、で一応ねそれをやったことによって、このミュージックホールが実はこっち側もミュージックホールだったんだけど、部屋認識されなかったんで、ここに扉を置いて、でこっちをミュージックホールにして、こっち側はもうねなんかなかったんで、やるものがバーにしました。何の意味もないんですけどね、バーテンダーいないんで。うん、まあ一応夜になるとあのバーの曲が流れるぐらいかな。うん、まあバニーが多いんでね、バー作ってもいいかなって思うんですけど、まあそれはまた
裏作業やって、で出来上がり次第、あるいは出来上がる直前に見てもらうみたいな感じで、やっていこうかと思います。うん、まあいろんなものに手を出していくとわけわかんなくなっちゃうし、うん、まあ住人観察っていう意味も込めてね、通路を作っていこうかなって思います。まあ本当にこの町エリアっていうのは、住人たちが海エリアよりもさらにね利用してくれる頻度が高いんで、まあその真下に何かこう通路を作ればよりこう利便性、まあ通じが良くなるというかねと思うんですよね、俺の勘ですけど。うん、で使ってくれやすい建物、例えばあの食事テーブルがあるとこだったり、あのキッチンだったりトイレだったりっていう方の近くに通路を作れば通ってくれるんじゃないかなっていう感じですね。であまり広いと多分詰まっちゃうんで、まあこれぐらいのね2ブロック分ぐらいの広さでやっていけばいいかなって感じで今回ちょっとやってみました。はい。うん、まあ、僕ね、あの1の頃からこうやってトンネル掘るの好きだったんで、であの以前ね、あのどこだか空っぽ島かな、で地下通路地下大迷路みたいなのやったんですけど、まあ、あまり個人的にね満足のいく結果にはならなかったんで、ちょっと今回こっちで頑張ってみたいというふうに思います。はい、ではね、今回は一度ここで終わりにして、まあ、次回何かこう作っていればそっちで、で何もなければ住人観察ということでねやっていきたいと思います。まあ、結構ね、いろんな方にね NPC 観察においてはね長けてるというような感じでこう褒めていただいて、本当に僕自身もね嬉しさ千番と言いますかね、本当に嬉しいんですけども、はい、おっと、ちょっと待ってね、おかしいな、道具屋が今詰まっているけど、この詰まった状態で向こうに行ってしまうのであれば修正が必要だけど、階段に出戻るんだったら大丈夫、大丈夫そうだね、うん、大丈夫そうかな、よし。はい、ではね今回は一度ここでお開きにしまして、また次回、何かしらやるか住人観察やってみたいと思うんでね、今後ともよろしくお願いいたします。はい、では、ご視聴ありがとうございました。あ、そうだ、最後にもう一つだけ、前回なんだっけ、その掲示板とかのね悪質な行為についての話して、まあいろんな方からコメントちょっともらったりね意見聞いたんですけど、結構やっぱそのビルダーズって僕が思ってるよりもマナーが悪い人多いみたいな、うん、で真剣に真面目にやってる人の方がバカを見るような仕様で、アップデートももう終わってしまったんで改善されていないと、でまあこうインターネット環境においてはちょっとスクエニア弱いんじゃないかっていう意見とかねいろいろ聞いたんですけど、まあ僕もその通りだなっていうふうに感じていますね。うん、まあ海外のゲームの方が僕はやることが実は多くて、動画では上げてなかったりしても、うん、でそういう時それでやっぱ思うんだけど、オンライン周り、あと意思疎通システム全部においてやっぱりちょっと日本って荒らしとか悪質な行為がしやすい環境なんですよね。うん、モンハンでさえも結構チャット機能とかあるけどやりづらかったりとかね、もうちょっとなんかないのかなって思ったりもするし、うん、まあそういったこともいろいろあってね、まあ、ビルダーズ正直そのオンライン周りは残念な結果だなって思うんですけど、まあそれはねやらなきゃいいと思うし、はい、ということで、まあ、前回の動画のレスポンスに対するレスポンスということでございました。とにかくねそうやってねパクるとかっていうのはもう作るのめんどくさかったり写真撮るのめんどくさかったりやんなきゃいいと俺は思うけどね。はい、ということで、ちょっと、まあ、何やかんや長くなっちゃったんですけど、ご視聴ありがとうございました。